田マツダオールスター第2戦 QVC マリンステージイベントのスタートになります。たくさんの方にお集まりいただいてますね。すごいですね。なんか名古屋から、ね、来ていらっしゃる方も。ちょっと聞いてみましょう。名古屋から来たという人。一緒に来てきましたね。ありがとうございます。君を見た顔がすごくたくさんいます。嬉しいですね。はい、ちょっと改めて自己紹介をさせていただきたいと思います。はい、まずは、はい、中日ドラゴンズで名古屋ドーム B ステージでイベント MC をやっていますルミお姉さんです。よろしくお願いします。はい、今日は千葉にお越しいただきました。よろしくお願いします。そして、この QVC マリンフィールド千葉ロッテマリーンズのイベント MC をさせていただいております。昨日に引き続きの登場です。よろしくお願いします。渡辺正成です。よろしくお願いします。お願いします。渡辺正成さん。はい、そして、オールスターはちょっと今日だけの参加になるんですけれども、千葉ロッテマリーンズイベント MC の小夏です。よろしくお願いします。小夏さん、今日はこの特設ステージからイベントをお送りしてまいります。どうぞ皆さんたっぷりとお楽しみください。はい、お楽しみください。はい、MC もオールスター仕様で行いますからね。3人 で, 3人で今日だけですもんね。そうなんですよ。やれるの、はい、皆さん楽しんでいってください。はい、今日はですね、今はまあ涼しいんですけれども、これからまた暑くなるかもしれませんので、皆さん水分をとってね、しっかり休み休みこのステージ試合ご覧になってくださいね。さあ、皆さんの準備の方はよろしいでしょうか。大丈夫ですか。カメラ撮影は、前の芝生エリア、こちらだけ NG にはなりますけれども、はい、その他のエリアからは OK となりますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、さあ、それでは早速始めていきましょうか。そうですね。ではでは、ダンスステージのボリューム1、早速いってみよう。それでは QVC マリンフィールドステージイベント始めてまいりましょう。ダンスショーステージボリューム1、最初の登場はまずはこの球団、横浜ベイスターズディアーナの皆さんです。ディアーナFive, four, three, two, one.
もちろんこの千葉初登場となります、オリックスバファローズでビーズドリームス、どうぞ。Thank you.
続いてはですね、名古屋で皆さんもねお会いしたよっていう方もいらっしゃるかもしれません。続きましては広島より参戦、普段は試合を支える花ある裏方として大活躍の広島東洋カープからホームランガールの皆さんです。どうぞ。そして一緒に登場してくれるのは広島東洋カープのマスコットキャラクタースライリー。今日もよろしく。はい、よろしく。自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、広島東洋カープホームランガールの清水梨紗子と言います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。梨紗子さん、広島東洋カープの石田舞です。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあもう覚えましたよ。広島東洋カープのホームランガール森本由紀です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあちょっとインタビューなんかをしちゃいましょうか。そうですね。ね、じゃあ私から聞いてもいいですか。私方言が大好きなんですけれども、ちょっとなんか広島弁でなんか一言なんか広島っぽい言葉を聞かせていただけますか。広島ジャケン、かわいい、かわいい、かわいい。なんか一番有名なやつじゃないですか。もうちょっとマイナーなやつとか教えてもらえませんか。ちょっと広島人じゃなきゃ使えないよみたいな、ありますか？めっちゃ大義、大義、大義、どういう意味ですか？どういう意味だろう？そう、大義。あれ大丈夫？伝わってる？大義が普通の言葉なんで。標準語がわからないんだ。じゃあ想像してよ、なんかどういう時使うんですか？疲れた時とか。名古屋で言うとめっちゃ偉いみたいな。偉いそんな感じです。名古屋人2人がなんか言ってました。偉いでかんはこれだって。偉いでかんは今日本当に伝わらない。伝わらないけどね。ぶち大義、ぶち大義とか使った。ぶち大義かわいい。千葉だとどうですか。疲れた、今日超疲れたみたいなね。都会ですね。はい、ごめんなさい、面白くなくすいません。千葉は。じゃあちょっとインタビューどんどん聞いちゃいましょうか。はいはい。じゃあルミお姉さんから質問、じゃあ私から聞いちゃっていいですか。はい、じゃあちょっと昨日名古屋で聞いて、名古屋で聞いた人もいると思うんですけど、はい、もう一回同じ質問をね、面白かったから聞こうかなと思うんですけど、まずは好きな選手、これやっぱねホームランガールですから間近で選手見てますから聞いてみたいと思います。はい、広瀬選手が私も大好きです。はい、広瀬選手。ファンの方も納得。広島ファンの方があちらで。かっこいい。あ、栗原さんとかどうですか。栗原選手。栗原選手ももういいですよ。いいとしか言いようがないですよね。ですよね。ちなみに今日もちろん大集合してますけど、12球団マスコットでは誰が一番好きですか。もちろんスライリーです。またまた。よかったー。よかった。後ろ誰が本当は誰がかっこいいと思う。まあいろいろあるからさ、スライリーさん。ちょっとトラッキーが気になるんですけど。トラッキーが好きとかだそうです。いろいろやっぱりありますよ ね。あ、スライリー、スライリー、はい、大丈夫だよ。何も聞かなかったことに出てこないのね。嫌だって言っちゃったよ。怒っちゃった。聞こえたかな。上、おお、すごいね。結構ダンスあるよこれ。すごいすごい、びっくりしちゃった。じゃあ最後、いつも、まあ、マツダズームズームスタジアムいっぱいお客さんいると思うんですけど、そことは違ったステージじゃないですか。はい、こういった感じでいっぱいのお客さんに見られてるってどうですか。いや、普段はもう本当に隅っこの方に立ってるだけなんで、こんなに大勢の方の前でっていうことが少ないので、本当に今日初めて見たっていう方もいらっしゃると思うんですけど、これを機会にホームランガールを覚えてもらえれば嬉しいなと思いますので、今後ともお願いします。すごいしっかりされてますよね。すごいよ。隅っこに立ってるだけでこの可愛さなくないですか。可愛すぎじゃないですか。本当ですよ。本当に。じゃあということで、インタビューはこの辺にしときますか。そうですね。はい、ではここで
あのホームランガールの皆さんですが、今日はダンスを踊っていただけると。はい、はい、そうですね、マツダスタジアムでいつも5回終了後に踊る、CC ダンスというダンスを踊らせていただきます。すごい簡単なので皆様も一緒に踊っていただければと思います。カーブファンの方もお願いします。わかってますね、さすがですね。はい、では皆さんもね、一緒に踊りましょう。はい、友達も一緒に踊ろうね。よろしくお願いします。スウェーディンも OK？ OK。 では行ってみよう。背番号1番のさゆです。今日はオールスターということで
スワローズのキャラクターのつば九郎をネイルに入れて気合を入れてきました。はい、私たちはですねアメブロでブログもやっているのでぜひ皆様お手元の携帯電話から検索して見に来てくれると嬉しいです。はい、それではですねいつも球場で、3回裏に踊っているキューティーハニーを踊って終わりにしたいと思います。ぜひ皆様手拍子してくれると嬉しいです。お願いします。Thank you.